将棋史上初の空港対決です。愛知県瀬戸市出身の藤井聡太八冠が一宮市出身の豊島将之九段の挑戦を受けている名人戦第3局、その舞台は史上初の羽田空港。第1ターミナルの中の会議室に畳を敷いて作られた会場で、窓からは飛行機が離着陸する様子も見られます。藤井八冠は豊島九段にここまで連勝していて、今回勝てば名人のタイトル初防衛に王手がかかります。対局は豊島九段が2時間を超える大長考に沈むなどし、持ち時間に大きく差が出ています。決着は明日夜の見込みです。